皆さん今日お疲れ様でした。無事サムシティ終わることができて一安心してます。本当今日一日お疲れ様でした。ありがとうございます。乾杯です。乾杯。はい、ということでですね、まあやっぱ俺の特技って人が喋ってる時にカットしちゃうってところだと思うんで、まあそのね今日カットをしまくって、まあこういうところでカットするよとか、まああとね他にも編集のノウハウじゃないですけど、まあ俺が自分でね解説しながら、まあちょっと動画進めていきたいなと思います。まあ一人でやってるんでちょっとこれ車の中で恥ずかしいんですけど、それではちょっと行ってみましょう。お疲れ様でした。クリア早速。どうでしたっけ。あなたはもう何酔っ払ってるの。いやまあ俺のキレ。はい、カット。どうでしたか今日。甘いっすね。はい、高校生でもカット。カメラ向けられるとね周りに。今日どうだったか。お疲れ様。今日どうでしたか。コンボがすごいね。優勝。あもうすげえ楽しみ。はい、先輩でも関係ない、年上でも関係ありません、動画の中で。でもちょっと違います。こいつはちょっとやっぱね仲良いから。緑茶100%喋らせてあげようかなと思って。今日どうでしたか。まあはい、こうトランジション使ってカット、呼んでこれは俺たちが呼んでこういうのはカットしない。ワイワイワイっていうか、まあ、チキチキ早朝動画クイズ。これはね動画のクイズ、こうゲストがみんな動画果たして見てるのかっていうクイズ出したんですよね。さあ皆さん早朝動画見てますか。見てます。見てるって言ってるみんな。早朝動画クイズを出しましょう。答えられるのかねこれ。早押しっすか。どこで聞いたでも一体カットはどこでカットしてるんだ。第1問テレンテレン。これ問題聞きましょう。じゃあ翔平、はい、カット。どうでした。いや今日はねまた中止となってるところだから危ないけど。こっからやばいから、これがやばい。やばくないこれ。意味がわかんない。食べちゃおう、食べちゃおう、食べちゃおう、食べちゃおう。もう逆にカットしまくって意味わかんなくするっていう。これね、あ、いい顔してる。これはカットしないよ。ドラゴンボールの川柳。ドラゴンボールの川柳をここで振りました。ドラゴン川柳。もうちょっと待ってくれるかな。待ちますよ。3秒だけ待つ。3秒か。はい、カット。カズ君どうだった今日サムシティ。あ、え、今また？そうだね。やっぱりこうカットするために何回も質問しなくちゃいけないんだよ。それを考えて今や俺やってる。やっぱね、そのバスケットってシュートを決めるだけじゃないから。うん、私には1万人のファンで。もうカットしまくってめちゃめちゃにするっていうのがやっぱ新しいスタイルだね、俺も最近。いやでも本当来てくれて本当に嬉しかったよ。よくぞ。もうやかん。そう、なんか変わったメンバーが来てほしかったから、本当に、うん、そうだね。なんか俺ら呼んではい、自分でもカット。よう、またその駐車場の場所に。確かに、一回ラーメン目上の人でもカット。ドラッグストアで、こういうね、意味わかんないところはカットしないっていう。で、なんか店長みたいな出てきちゃったから、ね、いいよで、これエンディングですね。ということで、サムシティ終わりました。はい、自分でもカット。来年、YouTube で会おうぜ。じゃあな。ピーさんまだまだでしょ。これやっぱなんかよくわかんない。